い、どうもジンさんです。今回はブリーチ千年決戦編1で判明した千年前の戦いについて話していきたいと思います。ブリーチ千年決戦編1はブリーチアニメ千年決戦編の第1クールが収録されたブルーレイディスク &DVD のことで、前回はアイゼンの強化水月について久保先生から明かされた衝撃の情報を動画にしました。今回は千年前の戦いについて新たな情報というか、久保先生からの発言によって憶測から確定した設定に昇華したものがあります。非常に面白い内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。初代13体 VS リヒトライヒ。最終章開始時点より約1000年前に勃発した死神 VS クインシーの戦争となります。ユーヒャバッハ率いるリヒトライヒがソウルソサイティへ侵攻し、立ちはだかったのは山本茂国率いる5帝13体、創設したばかりのいわゆる初代13体となります。この戦いの詳細は漫画では描かれませんでしたが、アニメの方で少し保管され、ざっくり判明した情報が大きく2つ。1つ目はユーヒャバッハが単眼だったこと、つまりジ・オールマイティが使えなかったか、もしくは使わなかったか、いずれにせよジ・オールマイティを行使していなかった可能性が高まりました。2つ目は決着の様子。追い込まれたユーハバッハは死体の山から出てきた佐々木部の不意打ちによってひるみ、その隙を残花の太刀の一撃で決着という感じでした。以上が1000年前の戦いに関する端的なおさらいとなります。そして今回判明した情報、久保先生からの発言によって憶測から確定した設定昇華した内容とは、勝負を決する一撃は佐々木部の攻撃だったということになります。やはり佐々木部の一撃は重かったか、アニメ予感で見られた描写そのままということで、そんなの見てて分かったでしょという声も上がるかもしれませんが、改めて久保先生から明言されると、見た感じこうだよねが確定情報に変わるため、それに付随する新たな考察というのが生まれます。仮説から仮説とつなげると、それはもはや妄想に近いものになりますから、考察において確定情報というのは極めて重要なんです。実際アニメ補完を見てみると、ユーハバッハは目の前に挽回山地、周囲には初代13体の隊長と、すでに絶体絶命の状況に陥っています。見方によっては佐々木部の一撃がなくてもと捉えることもできますので、それら一切を切り捨てて佐々木部の一撃が決定打となったと確定したというのは、そこそこでかい情報となります。もう少し具体的に言うと、あの絶望的な状況下の中でも佐々木部の一撃が決定打となった、この情報を踏まえると、バンデンライヒの宣戦布告時、佐々木部がドリスコールに殺された事件というのが偶然ではなかったのではないかというのが見えてきますよね。たまたま佐々木部率いる一番隊の管轄が襲われたではなく、千年前の因縁を晴らすためにわざと佐々木部を襲ったのではないかということになります。というわけで、続いてはこの確定した情報によって他にどのような事実背景が見えてくるのか話していこうと思います。というわけで参りましょう。まず先ほど話した通り、あの絶望的な状況下の中でも佐々木部の一撃が決定打となったのであれば、宣戦布告時に佐々木部が殺されたのは偶然ではなく、初めから狙われていたからではないかとなります。千年前、ソウルソサイティへ侵攻したユーハバッハ。彼の前に立ちはだかった大きな障害は、紛れもなく、山爺率いる初代13体でした。その中でも、とりわけバッハに強烈な印象を与えた存在というのは、初代13体を率いる山本茂国と、勝負を決める決定的な一撃を自身に与えた、佐々木部長次郎忠興の二人ですよね。千年後、目覚めたユーハバッハは、5帝13体のダーテンをかき集め、メダリオンや影武者の用意など対策を練り、レゴムンドを制圧。イチゴの状況を確認して進行を開始するなど、同じ鉄は踏まないと言わんばかりに、これでもかと準備を重ねて戦争に臨んでいます。この時、千年前に勝負を決める一撃を与えた佐々木部という存在を消しておく、これもユーハバッハの作戦の一つだったと考えても何も不思議ではないと思います。くしくも不意打ちという佐々木部の一撃は、未知数で定める突起戦略を構えるほど未知を嫌うユーハバッハに刺さる一撃でした。第一次進行において、まだジ・オールマイティが目覚めておらず、未来史ができないユーハバッハにとって、千年前のある種トラウマともいえる予想だにしなかった一撃、未知の一撃を食らわぬよう、その目を積むためにドリスコールを派遣し、また脅威となりうる佐々木部を始末した。下っ端を派遣し、何ら意味をなさなかった宣戦布告というイベントは、むしろそっちは陽動で、本筋は幹部による佐々木部の抹殺だったのではないか、そう思えてしまいますよね。以上が今回の久保先生の発言から連想されて生まれる最も大きな考察の一つと
なります。続いて2つ目はやはりジ・オールマイティは使っていなかったになります。先ほど少し触れましたが、佐々木芽の不意打ちが決定打となった以上、リューハバッハのジ・オールマイティは機能していなかったということになります。もし機能していたとしたら不意打ちなんて通らなかっただろうし、死体の山に隠れる佐々木芽に気づいていたかもしれません。また今回のブリーチ千年決戦編1で収録されているアニメ第1クールでは、千年前のバッハのヒゲや過去の大使会にいた駒村の傘など多くの場面がスタッフ様によって修正されていました。しかし千年前バッハの単眼副眼についてはノータッチだったため、やはりこの部分はあえてという可能性が高く、したがってジ・オールマイティは機能していなかった可能性が高いということがここからも見て取れます。ちなみになぜジ・オールマイティが機能していないのかについては詳細が分かりません。この進行前であろうバズビーとハッシュを中心とした過去回想、シェルン・リッターの創設を宣言したユーハ・バッハの目は副眼でしたから、なぜ戦争時に単眼になっていたのか、能力が機能していないのか、見当もつかないというのが正直なところです。というわけで以上が佐々木部の一撃が決定打となったという情報から考えられることになります。一つ目が佐々木部襲撃の真相、二つ目がジ・オールマイティでした。いずれもあくまで仮説なので確定しているわけではありませんが、可能性としては高い方なのかなと思っております。もし皆様の中でも何かお気づきの点があればコメントから教えてください。はい、最後に余談ということで動画に関係ある話でしたいと思っておりますが、ブリーチ千年決戦編1で判明したその他の情報の中で1本の動画にできないけど結構面白かった内容を2つ紹介して終わろうと思います。まず1つ目がミニーニャ・マカロン、彼女は感情のないキャラクターという設定が明らかになりました。アニメ補完で第一次進行でルキアを戦ったクインシーがミニーであることが確定しました。その際初期段階では撤退時にミニーがウィンクをするようになっていましたが、感情がないという設定設定からこのウィンクはしなくなっております。また漫画の方でミニーを読み返してみると、確かにセリフから感情を感じられないように読み取れます。すいません、正直僕は分かりませんでした。ただのおっとり系だったりのんびり屋で結構ドライなキャラクターなのかなぐらいにしか思えていませんでしたが、この設定を踏まえて読んでみると、うわ確かにとある意味で鳥肌が立ったのを覚えています。ちなみに感情がないことが分かりましたが、ペペ様のザ・ラブを喰らい影響を受けているあたり、何かを好きになったり嫌いになったりというそういった感覚はあるみたいです。続いてはベレニケ・ガブリエリのシュリフト9ザ・クエスチョンについて大幅に保管されていました。今回の目玉の一つでもあった内容でもありますが、この円盤でベレニケがザラキに対して能力を使用する場面が保管されており、そのセリフや様子から能力を推察することができます。ベレニケ曰く、僕に名指しされ異議を唱えられた者には僕の異議に応えるゾルで義務が生じるということでした。これがどれほど危機的なのか、知恵の足らない君には身をもって知るしかないみたいな感じで続いておりまして、ベレニケはザラキを殺意の権化と認識しており、ザラキが持つ殺意そのものに異議を唱えようとしたら喉を引きちぎられて敗北しました。この内容から推察できるザ・クエスチョンの能力、それはベレニケの異議に対して対象が回答しなかった場合、ダメージや何らかの制限によるペナルティが生じるみたいな感じでしょうか。異議と書いてクエスチョンと読ませていた理由はこの能力から理解することができます。ただ結局は相手依存の受動的な能力のため少々使い勝手が悪いように思えます。能力発動前にやられたという点で見れば、別にザ・クエスチョンに限った話ではなく、どの能力にも当てはまる欠点と言えますが、ザ・クエスチョンの場合は相手の何らかに異議を唱える必要があります。つまり能力が実際に発動されるまでに結構な時間がかかるというわけですよね。早口で言えばいいかもしれませんが、相手に聞こえなかったら意味がないのか、相手が聞き取れなかったり理解できなかった時、ザ・クエスチョンの能力はどう発動するのかについても考えなければならないため、結局のところ相手に大きく依存し大きな前隙を晒す能力だと言えると思います。ただ逆に言えば、これほどのリスクがあるということは発動してしまえば相当なペナルティを相手に与えることができるのかもしれません。いずれにせよ少し保管されたとはいえ、発動前にケンタに喉を引きちぎられたベレニケさんは不遇なシュルンリッターと言っていいと思います。以上、千年前の戦いについてでした。動画の内容だったでしょうか。少し余談が過ぎましたが、千年前の佐々木部について皆様お忘れのないようお願いします。というわけで何か考察などありましたらぜひコメントから教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。